お世話になります、ひろりでございます。本日9月19日日曜日はポケモン GO のコミュニティデートになっております。コミュニティデートはですね、まあ、単純に言うと色違いが出やすくなるみたいな日でございまして、また今回もちょっとね企画やっていこうかなと思います。といっても前ねやった企画と一緒でコロナウイルスまだ蔓延しておりますので、自宅でどれだけ色違い捕まえられるかねやっていきたいと思います。ただ普通にやってもつまらないと思いますので、今回はモンスターボールプラスという全自動でねポケモン捕まえられるものがあるんですが、それを使って全自動で家の中だけでどれくらい色違い捕まえられるか今回やっていきたいなと思います。はい、で私ですね、今ここは自宅なんでね周り公開できないですけど、近くに2つねポケストップございますので、まあそのポケストップをね利用してやっていくっていう感じになりますね。であとタスクもあると思うんですけど、タスクはね、あ、チケットまだ買ってなかったわ。タスクは、手動でやりますね。なので厳密に言えば11時半ぐらいから全自動で色違いどれだけ捕まえられるかっていうことになりますね。あともうちょっとですね。お、始まった、始まりました。いっぱい出てきた。今回水丸ですね、でまずやるのはとりあえずお香炊いときましょう。お香炊いといて、でそれでかついけねえか、あれ入れないですね、ルアーモジュールが入れられないという。まあいいか、とりあえず、はい、ここで、まずとりあえず自動やんないでタスクだけやっていきましょう。協力してほしいことがある。木々に切りつけたような跡を見つけたんだから、ラコポケモンであるミジマルがホタチを使ったかのような跡だった。そういえばミジマルを見かけたな、捕まえてみてくれないか。なんで木にやってんの、そんな性質あるんだ。木を切りつけるなんていうミジマルいるんだね。まあ、とりあえずこんな感じでポケモンを10回強化する、ミジマル15匹捕まえる、ナイススロー5回投げるみたいな感じのをやっていきましょう。いくぜ。色違い濃いよさすがに。あ、そうです。でメガ進化とかもやっといた方がいいですね。メガ進化やることによってポケモンのね飴もらえる数増えるので、それまずやっとかないとダメだ。いつももう忘れちゃう。よっしゃ、カメックスをメガカメックスに進化させておきましょう。いいねー、かっこいい。登録されてなかった。よし、これで水タイプの雨増えますと。やばいよ、手際悪いよ。 あれ使わないとな、スキップできるやつ。オッケー、ナイススロー5回は達成。206匹、いらないやつはね送っちゃいましょう。もう僕スキップ失敗した。下手くそ、喋ることが全然ねえな。何も起こってないもん。色違いも出てきてないし、なんか出る気配がないな、色違い。全くその気配すらしないわ、なんか。とりあえずこれであとポケモン10回強化、15匹捕まえるの結構多いね。いやー結構だれ。オッケー、これで15匹目かな、いくぜ。オッケー、ミジマル15匹捕まえた。これでまだ色違い出てこないですね。なんか色違いのことほんと頭にもないぐらい、もうなんか全然考えられないぐらい出てこない。なんかもう出てこない前提でやってるぐらいな感じになってる。そんぐらいなんか来る気配がしないね。ワンチャン来い。個体値も全然良くない。はい、1個目のタスク終了。オッケーオッケー。はい、これでゲットチャンス、みじまる。色違い出てこない、マジ。いやー、5個目のタスクはみじまる15匹捕まえる、ポケモンを10匹送る、ミジマルを3匹進化させる。あー15匹捕まえんのか、結構大変だね。ミジマル3匹捕まえた。あ、もしかして経験値も上がってんのかな。今経験値上がってるっぽいから、本来だったらエクセレントとか取ってやんないとダメっすね。私今もう経験値ほんと欲しいんで、50レベルまでね、なかなか行けなくて困ってるんで、本当はここで経験値稼ぎもしといた方がいいのかな。よし、ついでにゲットした時に個体値見て、個体値そんな良くなかったら送っちゃいましょうか。全然個体値良くねえやつばっかだ。 OK、 エクセレントで稼いでいこう。色違い出てこないね、全然出てこないね。あ、色違いじゃね。 OK、 来たー。さあ、なんか来ないねーって言ってたら来たね。いいね、色違い可愛い、めちゃめちゃ可愛い。ゲットしましょうちゃんと。あ、ハイパーボールで来ますよ。エクセレント来たー、エクセレント。ちゃんとこういうところでエクセレント出すの偉いね。私ゲーム下手くそだけど、こういうところで出せるのがやっぱ YouTuber として持ってるんではないんでしょうか。はい、ミジマルを捕まえた。 3510XP。 まあね、個体値はそんな良くないでしょ。ああまあまあしょうがないけど、まあとりあえず色違い1匹目ゲット。いいよそれは、ナイスだよ。あー、さすがに2匹連続とかそういう感じはさすがにねえか。まあまあでもいいよ。あ、ゴースナップショットでミジマルのサプライズ5回ですから、あ、それもやっとこうか一応。いやー色違い出てこないっすね、あれ以来。あれから僕たちはですわ。ラストこいつ捕まえればとりあえず15匹は手に入るかな。オッケー、やったー。ミジマルを捕まえた、15匹捕まえましたね。これであ、
二つ丸出てきましたね。かっこいいかっこいい。二つも持ってる貝殻を。わしにはそんなん関係ねえんだよ。エクセレントで捕まえずる。おっしゃー、ちゃんと捕まえさせていただいた。来い。全然ダメで、それで進化か。あとみじまる3匹進化だから適当に進化させときましょう。キューン。長いんだよ進化が。来い来い来い。あんな高いところから落ちてきたら痛いだろうけどね。二つ丸、まあ、色違いのも進化させとこっか。どうせこいつ色違い、またみじまる最低ね一匹はさすがに手に入ると思うんで、別にみじまるとして取っとかなくていいんで、こいつ進化させちゃいましょうね。いいね。あれ、こっちになったら色違いがそんなわかんねえわ。さっきの方がすごかったな、色違い感が。まあいいよ、気にすんな。はい、みじまる3匹進化させる、クリア。いいよ、これで。はい、完了、タスク完了。オッケー、これで2個目のタスク終わったよ。オッケー、みじまる色違い来ない。まあでもこのタスクも本当はなんか報酬とかそんな大したことないからさ、買う必要あんのかって毎回思っちゃったりもするけどね。まあ一応買っときますけど、エクセレント。うわ、つうかさ、今回コミュニティデイで今知ったんですけど、経験値3倍なんですよ。なんで 3510XP 普通にエクセレントそれを投げればもらえるんですけど、だから私今ね経験値全然足りないんで、やっとけばよかったな、その企画やればよかったね。そこしくったなと思います。次は二つ丸を進化させると、カーブボールのグレートスローを3回投げるポケモン10匹送る。楽っすね。それまでにあと1体来い。感染経験値欲しいんでね、自分が欲しいからその企画をやるっていう感じになっちゃうんだけど、やりたかったな。今からやるってなるとねちょっと遅いんで、もうオッケー、来いよ。たまには厳しいよな、ほんと。しかも映えもそんな良くねえし。オッケー、1個クリア。あと10匹送るだけだ、楽だね。いや、もう来ねえじゃん先生。ダメ、とりあえず10匹適当に送りましょう。送ろう。オッケー、10匹送る。それでリワード受け取る。あと二つ丸進化だね。二つ丸を進化させよう。色違い二つ丸進化させましょう。なんで上からこれでさ進化して落ちてくんの。うわ、かっけえ、めちゃめちゃかっこいいじゃん。黒っぽい色？え、黒っぽい色だよね。めちゃめちゃいい色じゃないですかこれ。いやー、この色違い超かっこいいわ。ということでラスト、これで終わりかな。もういいよー、スペシャルリサーチ完了。貫禄たっぷりの大剣気だな。足刀の相関のこと。足刀、足の刀のこと。足刀ってこんなカタカナで書くの。木の実なんか一瞬で切り刻んでしまうんだろう。そんなことする必要ないけどね。協力に感謝する。二重丸二重丸大元気をよく知ることができたし、学びも多かった。ではまた会おう。会おうな。はい、リワード受け取る。はい、二重丸来ないっすね。安定の来ないっすね。グレート、もう終わったんでリワード受け取る。来い。ここで色違い来たらすごいよ。これ大元気かな多分。いやー、普通かい。まあ、普通もかっこいいけどねこいつ。あー、こんな感じになってんだ剣。知らなかった。それが足刀ってやつか。うわ、すごいすごい。足刀って普通にあるのかな、そういうものが。別に人間の世界でもちょっとよくわかんないけど、なんか雑誌案感あるね。いやいや、ゲイ捕まえた、やった、大剣気を捕まえた。来い、ワンチャン来い。あー、答え値普通。ということで、あとはあれやりましょう。あとはゴースナップショットで終わりですね。ゴースナップショットってどうやんだっけ。はい、この大剣気でやりましょうか。ゴースナップショット、ちょっと近すぎるってみじまるでいっか。みじまるでやりましょう。ゴースナップショットいくよ。はい、1回目取る。え、これじゃないの。え、ゴースナップショットってどうやんだっけ。二つ丸でやってみる。ゴースナップショット、これだよね。はい、撮影します。あ、来た、ここで映り込んできた、みじまる。はい、こいつ色違いのパターンもあるらしいですね。ですからやっていきましょう。かわいい、めちゃめちゃかわいい。これだっけ、これかな。違うか、色違いじゃねえかな、これ。ダメか、こいつかな。あ、違うか。いやー、ダメだ。よし、2回目いきましょう。ポケモン GO スナップショット5回できるらしいですから。またひょっこりはんですね。来い、ここで色違い来いよ。ダメだ、奇跡起こせよ。3回目のスナップショット、それで出てきて登場と。来るか、無理だか。毎回来たんですよね。 EV の時来たんですけど、無理そうな気がする。いやー、5回目どっちか分かんないけど、あと1回か2回はできるよね。 OK 来たぞ。 OK 来た、こいつか。来たーいいね、いいね。スナップショットでやっぱ色違い来るんですね。あの映ってたさ、みじまる色違いじゃないのに、どういうことだって話なんですけどね。あそこで色違いで映ってほしいなとも思ったりするんですよね、このゴースナップショットの部分で。ただそれはやんないんだ、なんでやんないんだろう。だって違うみじまるじゃん、そしたら。 OK、 とりあえず2匹目
色違いゲットしました。いいんじゃないですか。ラスト1回できるかな。今4回目だっけ、5回目だっけ、ちょよう分からんが、あと1回できますね。オッケーオッケー、これで来いよ、奇跡起こせよ、来い奇跡起こせ、色違い来い、あ来た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 、2連続ゴースナップショット、やっぱやるべきだね。これいつもあんのかな。私いつもこんなのやってなかったんですよ。ゴースナップショットのめんどくせえからやんねえみたいな感じだったと思うんですけど、やった方がいいっすねこれ。確実に2連続来ましたよ。こんなことまあ珍しいっすよ、いくらコミュニティでとはいえね。あでもどうなんだろう、ゴースナップショットのやつは結構色違いの確率高かったりするのかな。そこのとこちょっとよくわかんないですけど、この知識詳しい方はね教えていただければと思います。オッケーオッケー、合計3匹目ゲット。じゃあ残りこのね2匹だけ見て、それで終わりにしましょうか。あとは全自動でいきましょう。あ違うね、普通答えだね。まあとりあえずこっからリアルなアイテムモンスターボールプラス使ってね自動で捕まえていきたいと思います。まあ、やり方は簡単で、ボタンを押してそれで右上のね、モンスターボールマークを押すだけですね。それであとは上のとこにボタンあるんですけど、これをね自動で押してくれるようにこの箱っていうか入れ物に入れて強く包むことによってボタンを自動で押し続けてくれるというね、すごいアナログなやり方ですが、これでひたすら自動でね捕まえていきたいと思っております。ということでめっちゃねブーブー言わせて、あとは別の動画の編集でもしてね、それで時を過ごしたいと思います。玄関だとポケストップ2つ入るので、玄関にスマホを置いといてずっと自動捕獲やっていきたいと思います。はい、これで、あともうちょっと、あ、終わりましたね。終わりましたね、急遽。ちょっと今ギリギリで撮って危なかった。ちょうど17時になりましたね。これで終わりです。まあ別にその前から撮る必要ないんだけどね。じゃあこっからもう中身見ていきましょう。いきますよ。いきなり来た。いきなり一匹いるね。結構ね、ミジュマル、途中で、ボックスいっぱいになりそうだったので、結構逃がしてます。逃がしてるっていうか送ってるので、いなくなってるので、まあそこは気にせず行きましょう。ということで見ていきますよ。はい、ミジュマル722来た。はい、一体、それで、わあ、結構いねえな。ミジュマル12のやつ来たね。764-69704-364。結構ここいいね。まあ、ここ途中でね、送ってたりするんで、だから詰まってるっていうところもありますけどね。55514。結構いるね。はい、10012。いいよ。251-552-493-360。あれ結構少ない、もしかして。500。これで終わりっすね。え結構なんか、少ねえような感じがするっすね。するっすよ。じゃあちゃんとちょっと整えてみましょうか。ミジュマル全部、不要なミジュマルちゃんと逃がしていきたいと思います。はい、ということで整理しました。数えていきましょうか、じゃあ数。はい、ここで、選択長押しで、選択していきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。少なくね、めちゃんこ少なくねえか。確か EV の時は普通に1日で、まあ2日あったんですけど、1日だけで20匹ぐらいね、捕まえましたんで、色違い確か。だいたいね、そんぐらい、20匹ぐらいが多分平均ぐらいだと思うんですよ。私のこの家の中で自動でやった場合って。だから結構少ないですね。別に何も変なことしてないんですけどね、今回。なんなら、ちゃんとスナップショットみたいので、いつもあれやってなかったんですけど、たまたま今回はちゃんとしっかりやって、それでも手に入れたんで、その分考慮すると、ちょっと多いぐらいになってもいいんじゃねえかなと思ったんですけど、15匹は少ないですね。で、ちなみに、個体値マックスみたいのも1体も言えませんでした。まあそれはね、まあしょうがない。それは大体いないですから、いる方が、珍しいっていうぐらいですから。マジか、かなり少ないっすね。なんでだろう、なんでだろうですけど、わからないっすね。まあこれどっちにしろ自動なんでね、うっしゃーとか、うわーくそーって風にはならないですけど、別に何もやってないから。ですがちょっとこれは悔しいかな。ということでね、全自動で自宅でね、色違いは15匹捕まえられるということで、検証結果とさせていただきたいと思います。皆さんは何匹捕まえられましたか？ぜひコメント欄で書いて教えていただけると幸いです。まあ、今回の結果ね、まあすげえいいってわけじゃないけど、すげえ悪くもないんで、まあ、花丸はつけられないけど、20丸ぐらいはつけれるんじゃないでしょうかね。ベロイストじゃない。